a d m アイオロスは欧州宇宙機関によって計画中の地球観測衛星。速風を目的としてライダーを搭載する初の人工衛星として開発が進められている。名称の ADM は大気力学ミッションを意味し、アイオロスはギリシア神話の風神アイオロスから名付けられている。2018年8月21日の打ち上げが、 予定されていたが、1日遅れの8月22日となった。a d m アイオロスは、餌の地球観測計画、Living Planet p r o g r a m の一環をなす人工衛星として1999年に選定された。衛星軌道上からライダーを用いて行う観測で、地球全球について地表から高度 30km までの三次元的な風光。 風速データを取得することを目的とする。地上から行われる既存の風測定手段は観測所の数が限られ地域的分布にも偏りがあるが、その制約のない宇宙からの測風技術を本衛星によって確立することにより、長期的な気候変動モデル構築から短期的な気象予報に至るまで数値予報の精度向上に寄与することが期待されている。 搭載する新しいコンセプトの観測装置は、開発に技術的混乱を伴い、スケジュールの延期を繰り返した結果として、衛星の軌道投入は当初予定の2009年から2018年となった。ベガロケットによって、ギアナ宇宙センターより打ち上げられ、地球の明暗境界線上を周回する高度 400km の太陽同期軌道に投入される予定。設計寿命は3年。 主契約者はイーズ・アストリアム。ミッションコントロールは欧州宇宙運用センターがキルナ地上局の総受信設備を通じて行い、観測データの受信はスバールバル地上局が担当する。ありがとうございます。